We Don't Talk Anymore はアメリカ人歌手チャーリー・プースが制作しセレーナ・ゴメスをフィーチャーした曲で彼のデビューアルバム9トラックマインドに収録されている。この曲はジェイコブ・カッシャーが作曲2016年5月24日にリリースされたアルバムの3番目のシングルであるトロピカルにインスパイアされた曲である この曲はアメリカのビルボードホット100でピーク時9位に達し、チャーリー・プースの2曲目、セルエナ・ゴメスの6曲目のトップ10シングルとなった。また、20カ国以上でトップ10入りし、イタリア、レバノン、ルーマニアでは1位を獲得した。ギターラインは日本での旅行の際に、ビートはフィリピンにて制作し、さらにロサンゼルスでボーカルを録音した。その数ヶ月後、彼は、 MTV ビデオミュージックアワーズのアフターパーティーで以前に会ったことのあるセレーナ・ゴメスにその曲を演奏した。声の調和を考え彼女に曲の2番を歌うように頼んだ。また彼女のボーカルはクローゼットの中で15分で録音されたという。そして2015年12月10日に2人のコラボレーションを発表。2016年1月10日には2番目の ティーザーを投稿した。We don't talk anymore はトロピカルを基調としたポップソング。この曲のキーは C マイナーであり、テンポは100バイト PM。この曲の歌詞について彼は円満に別れたはずなのに気が変わり、ある人に執着している関係。もう今までみたいに友人のように話すことはできない。そのまま友達でいることもなかなかできない。それは悲しいこと。 We don't talk, anymore は、こういう別れ方をした人たちの気持ちを描いています。と語っている。ブレナン・カリーは、二人のポップス感のバースをうまく入れ替えて、かつトロピカルのトレンドを取り入れていると表し、それは、聞きやすい、価値のあるポップスと付け加えた。nj.com のボビー・オリバーはこの曲を、中毒性があり、ラジオでヒットするために作られたかのように感じると、書いている。 MTV のマットラインロスは、ボーカルが、とても美しく重なっていると称賛した。フューズのマリー・シャーマンは、その曲は、とてもキャッチーだと言い,い、あのサビは、頭から離れないだろうと語った。アイダリトルのマイク・ウェイスもこの曲を絶賛した。ありがとうございます。